北韓は政権樹立73周年を迎え、9日午前0時から深夜の軍事パレードを行いました。北韓の朝鮮中央通信は9日、平壌のキムイルソン広場で民間安全武力説兵式が開かれたと報じました。現地メディアによりますと、金正恩国務委員長はこの説兵式に参加しましたが、演説は行いませんでした。 今回の軍事パレードは、予備軍にあたる老農赤英軍を中心に行われ、警察にあたる社会安全軍も動員されました。いずれも正規軍ではなく、常設ではない軍事組織という点で注目されています。韓国軍当局は、軍事パレードは9日午前0時からおよそ1時間行われたものと見ており、韓国の北韓消息筋も 例年に比べて規模が小さかったとしていますまた新型の戦略兵器も登場しなかったということです軍事パレードの規模が縮小した背景としては新型コロナウイルスの影響と並んで例年より準備期間が短かった点や経済難などが挙げられています